7ヶ月に及ぶ沈黙の答えをリングの上で吐き出した1月の大阪、2度にわたる三沢越えを果たした鎌田にリングの神が送ったのは3本のベルトと冷たく白いギプスでした。20年以上に及んで見続けている三沢光晴という分厚い背中、鎌田の手がそこに触れるとき、なぜか虚しく離れていくのを鎌田は耐えに耐えてまいりました。本武道館はバンダイの鎌田コールであります。悲鳴を蓄えている鎌田俊明、全てを失った丸腰の男が半年の年を経て立つ聖地のリング、それがこの日本武道館。完全復活の扉を開ける鍵はまさに今宵のこのマットの上にあります。さあ鎌田俊明がこの日本武道館のブルーのマットに立ちました。鎌田は常に先に入場し、その人の登場を待つ身です。そしてその視線を常にまっすぐに受け、正面に立ちはだかるのが三沢光晴。 5.2 東京ドームでベイダーから奪った3本のベルト、そのベルトにより一層の輝きを増すためには今日の試合を乗り越えることが絶対条件。鎌田との三冠戦は三沢屈辱の2連敗、初対決から6年9ヶ月を経た三沢と鎌田の三冠戦、過去の結果はすでに全てリセットされています。鎌田の復活は望むところ、しかし決して鎌田の踏み台にはなりません。チャンピオン三沢、今リングに立ちました。日本テレビ吉岡正樹編集局委員長より選手に一戦でございます。99サマーアクションシリーズ最終日本武道館大会です。赤コーナー、3本のベルトを束ねる男、チャンピオン三沢光晴、第23代の王者、今宵が2度目の防衛戦。そして1月22日、三沢に勝つもそのベルトを返上した鎌田、果たして完全復活なるか。リング上では今この三冠選手権試合の認定宣言が読み上げられております。今三沢の手から輝く3本のベルトが一旦本部席に渡されます。そのベルトにちらっと目をやりましたチャレンジャーの鎌田俊明です。本日のメインイベント三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者250ポンド、鎌田俊明。ベルトこそ復活の証、鎌田俊明。赤コーナー三冠ヘビー級選手権者255ポンド、三沢光晴。全てを受け止め、そして勝つ三沢光晴、チャンピオンです。三冠ヘビー級選手権試合60分一本勝負です。このブルーのマットにチャレンジャー鎌田の黄色、そしてチャンピオン三沢の緑、2色にはっきりと分かれた紙テープが何本も投げ込まれました。チャンピオン三沢、今日が2回目の防衛戦、そして三冠王座返り咲きなるか、チャレンジャー鎌田。距離を取ります。決戦のゴングが鳴りました。チャンピオン三沢、チャレンジャー鎌田、三冠ヘビー級選手権試合60分日本勝負です。その視線をそらしません。今ファーストコンタクト、力がこもります。リングの中央、チャンピオンの三沢がロープに押し込んでいきます。クリーンにブレイクしました。さて放送席ゲスト解説の小橋さん、はい、小橋さんはこの大阪で行われた三沢対鎌田も目の前で見ておりました、はい、改めて今日の三沢対鎌田、どういう試合になりそうでしょうか。そうですね、予想はつかないですよね、うん、はい、やはりこのこういった打撃系の技が多く出てくるんでしょうかね。そうですね、それが主体になってくるんじゃないですかね。なるほどね、はい、さあ今度は三沢エルボー、助走をつけて鎌田ハイキック、倒れない、エルボー打った、鎌田もエルボーだ。
小刻みエルボーを打って三沢にエルボーを打ちます。川田あと三沢を打ったフラフラになりました。川田です。あ立ち上がった。ハイキック顔面にハイキック。竹内さん、はい、ハリノックから激しい攻防になりましたね。まあ、予想通りというか期待通りというかまさに打撃戦になってきましたね。そうですね。チャンピオン三沢は5月2日東京ドームでベイダーを破りまして第23代の三冠チャンピオンに返り咲きました。しかしその前にベルトを持っていたのはこの川田。川田が三沢からベルトを奪いながらも大阪の試合で右の尺骨右腕を骨折してしまいましてそのベルトを返上しております。このところの三冠戦三沢対川田は川田の2連勝です。過去の通算成績で見ますと三冠戦は過去両雄7回行っておりまして三沢5勝川田が2勝です。竹内さん、はい、三沢にとっては当然防衛しなければいけない。そして川田にとっては本当の意味での復活のかかる試合ですね。まあ、川田はですね、このやっぱり正直3度目の正直がまさにかかっているわけですよね。そうですね。そういう部分でやっぱり取ってですね、自分で防衛していくことで初めてやっぱり三冠王者としての価値が認められるわけですからね。やっぱりそういう面では何が何でも今日は三沢を倒したいのが川田なんでしょうね。そうですね。小橋さん、はい、ちょっとその立ち上がりの高さから少しこっすぐ展開にもありますが、あしかしやはりこういう攻防になるんでしょうかね。そうですね。打撃すごいですね。そうですね、はい、あーテルボー今膝から崩れてします、ね、そうですね。実は今果敢にエルボーを打っている三沢なんですけれども7月17日の後楽園大会で、まあ、右肘から手首にかけまして長さ15センチ幅3センチにわたって腫れておりました。小林さん、この今のエルボーを見ているとその痛みを感じさせませんね。そうですね、まあ、このこの間のダメージがこの後どういう風に響いてくるかですよね。川田にとってはハイキック、そして三沢にとってはなんといってもこのエルボーというのが一つの生命線になってきます。当然その痛みを押しながらの今日の三冠戦ということになります。今年の1月22日チャンピオンの三沢がチャレンジャー川田に敗れるという試合がありました。ただその試合で川田が右の腕を骨折しましてそのベルトを返上。その後ベイダーがベルトを巻きましたが5月の2日に東京ドームで三沢がベイダーを破りました。そして放送席ゲストの小橋さんとの初防衛戦を経て今日の2度目の防衛戦に入ってきているわけです。顔面キック、顔面キックの川田立ち上がります。三沢逆水平胸を出して耐える三沢重厚感のある。そしてエルボーだ顔面キック三沢を倒した。竹内さん、はい、開幕戦の後楽園大会もそうだったんですが、はい、やはりエルボーとハイキックこの2つが軸になりますかね。どうしてもやっぱりその攻防になってくるでしょうね。ただ心配なのはやっぱり三沢の肘ですよね。そうですね。その傷の具合がちょっと心配なところではあります。さて今宵2度目の防衛戦に入っている三沢、今ハーフボストンクラブに入ろうというところ背中にキックを当てました川田です。そのままグラウンドの攻防に持っていこうというのか。ぐっと腰を落とします。という試合前の三沢なんですけれどもチャレンジャーの川田はノーコメントでした。竹内さん、はい、やはりその打撃系が多くなるので一発一発に気をつけなければいけない。やっぱり三沢は当然この打撃戦をやっぱり計算したわけですね。そうですね。そして三沢川田ともに三冠戦を争ったことのある小橋さん、はい、この三沢のエルボー川田のハイキック、はい、これがやはり対戦相手だったとてつもないダメージが残るわけですよね。そうですね。試合が長引いてくれば長引くほどやっぱり後にダメージが残りますよね。とにかくこの三沢の言葉を借りれば集中力をなくした方が負け。最後まで集中力をいかに切らずにいけるか。そして三沢は試合展開によってはあの小橋さんを破りましたエメラルドフロージョンあれを出す機会も当然出てくるだろうということを話しております。立ち上がりの打撃系から少し試合が落ちつつあります。ただ今赤コーナーを背にしている三沢その胸が徐々に真っ赤になりつつあります。
高校時代からの先輩後輩同士、そういった、おっと顎に引く、顎に引く、さあ来る取った顔面が生きて三沢崩れ落ちます。チャンピオンが崩れ落ちます。初子貫徹の強打、あの蹴りは逃げ場がないんで、そうですね、すごく効くんですよね。それから小林さんね、今シリーズ川田がシングルマッチで高山、そして新崎人生、はい、いずれもその蹴り倒して KO でしたね。そうですね、そのあたりのその川田の強い意志というものを感じるんですけれども、そうですね、はい、もうこの蹴りにかけてるっていうことじゃないですかね。そうですね、はい、今のそのキックのダメージはいかばかりか。ハイキックです、溜めを作りました。あー、テルノー、エルノー、試合に試合蹴り合い殴れ、さあタイガードライバー、タイガードライバー一発目、どうだ、川田返します。早くも出ましたタイガードライバー、小橋さん早い段階から打ってきましたね。そうですね、びっくりしましたね。そうですね、うん、さあバックに回って今ロープに逃れます川田俊明です。背中にエルボーを振り下ろしました、顔面に小刻みにエルボーを打っていきます。川田をロープに飛ばして自ら取った、マリアットを巻きついた、ドロップ綺麗に足が揃っています。さあ川田場外サワリングの中ロープに飛んだ、エルボー推進だ、顔面にヒット。竹内さん、はい、キックもエルボーもさまざまなバリエーションを加えてきますね。まあ打撃系の攻防の中からですね、まず三沢が2ポイント自分の技を出していきましたね。あ、なるほど。去年の5月1日全日本プロレスが初めて東京ドームに進出した時のメインイベントがこの三沢対川田の三冠戦でした。今は亡きジャイアント馬場さんがこれが全日本のベストバウトですと胸を張って送り出したこの対戦です。過去の三冠戦は7回、三沢の5勝、川田の2勝です。エルボースイシーダーを打って、いやまだ川田はエプロン残している、川田はエルボンエプロンに残しているぞ。さあ腕を挟んでタイガードライバーの体勢だ、場外に奈落の勝負に落とそうという三沢、エルボー打った、さあもう一回トライする、三沢がトライする、場外ですが、いや体勢が崩れました。アートアート、何するんだ川田。小橋さん、あのエプロンからのタイガードライバーを食らったのは小橋さんが唯一の選手なんですけれども、はい、あれを食らってしまってはもうひとたまりもありませんね。そうですね、あれはきついですね。そうですね、あの瞬間からやはり試合の流れはガラッと変わってしまいます。果敢にもこの試合の立ち上がりからエプロンからのタイガードライバーを狙った三沢、ただそのあたりは川田もしっかりと見ておりました。去年の5月1日の東京ドームが三沢対川田、その時にベルトを奪った川田が、人生で今が一番幸せです、そして次に三沢さんが挑戦するまで王者でいたいと話しておりました。ハイキック、ハイキック、鉄柵に三沢、やはりこの攻防は一瞬たりとも目が離せません。三沢がエルボースイシーダーを打てば、今度は助走をつけた川田が顔面ハイキック、試合のペースが一気に川田に移りました。さあ三沢を、三沢を鉄柵に振りました。ハイキック、ハイキック、三沢が鉄柵の外、2人の三冠戦は6年9ヶ月前、そこから迎えた今日が8回目の2人の三冠戦です。川田にとっては完全復活を遂げたい、何としても立ち上がりたい今日の三冠戦です。さあ川田が三沢をリングの中に戻しました。場外戦で試合のペースをつかんだ川田、勝負タイムが10分を経過しています。ボディスラム、背中を切り上げます、歯を食いしばって耐える三沢。三沢は今シリーズ右の肘を痛めました。エルボーにとって非常に大きな影響があるその怪我。あ、切り上げた、切り上げた、竹内さん、あの位置から思いっきり切り上げましたよ。相当強烈に入れましたね。そうですね、その痛めている肘をものともせずに序盤からエルボーという三沢、さあ輝いた、耐え
る伊沢、伊沢が耐える、2リフトあるね、あとスピンキック肩口にヒットしました。あとあと拳が入った、拳が入った、あとパンチを振り下ろしています。後頭部にハイキック、あと乱発で打った、あー顔面キック、さあ強引にカバーに行きます川田。サードロープです。小橋さん、はい、川田がまたいつにも増して引き迫るものがありますね。そうですね、はい、一つ一つの技のキレ、そして凄みというものがあります。5月1日去年です、東京ドームで川田が勝った時にはパワーボムで勝利しました。そして今年の1月22日大阪大会では川田のパワーボムを逃げようとした三沢、しかし逃げ切れずに脳天から落下しています。パワーボムで勝敗の分け目を作ってきた川田、まだ今日の試合ではそのパワーボムを見せるという展開はありません。エルボーの切れ味、そして川田のキック力、この時点では川田のキックが上回っています。髪をムンズと掴んでいる川田、さあロープを挟んでのブレイマスターの体勢、あっと三沢がバックに回った、あっと画面キック、ブロックした、ブロックした、顔面キック、三沢の額にヒット、もうすでに試合の立ち上がりから何発蹴り上げているのか分かりません。無意識の中で三沢が返します。川田にとっては完全復活がこの試合の大きなテーマ。さあ股からに挟んでいる、抱えるか、こらえる三沢、両足を掴んでいます三沢、ディショニングは十分です。三沢リバースで返しました、エルボー打った、バックに待って、バックに待って、エルボーでカットする三沢、抱えた、バックドロップ、おっと三沢はまだ膝をついている、ダウンという状態ではありません。エルボーランディング、エルボー、両者ダウンです。小橋さん、あれだけの高角度のバックドロップを食らっても三沢はエルボーできましたね。そうですね、やはりこういうところの三沢のスタミナというのは小橋さんから見ても脅威の的じゃないですか。もうその三沢さん、川田さん2人ともそういうスタミナとかね、そういうものは素晴らしいですからね。そうですね、はい、三沢は前回の武道館で小橋さんと43分にも及ぶ三冠戦を演じました。そして川田はこの小橋さんとも時間切れの引き分けを三冠戦でも行っております。ハイキック、あとあとあと乱れ打ち、乱れ打ち、川田のハイキック、乱れ打ち、今度は膝が入ります。三沢は完全にサンドバック状態になってますよね。そうですね、また川田がここまで非常に慣れるというのも小林さんすごいことじゃないですか。そうですね、足がどこから出てくるか分かんないですね。そうなんですね、すごくシャープに蹴りが決まってますよね。そうですね、ことごとく蹴りで三沢の流れを断ち切っています。さあ再度パワーボムの体勢に入ります。15分経過のアナウンス、2リフト連発で当てる、3連発だ、もう1回3度目のトライであげるか。三沢はやはりこのパワーボムを警戒しています。こらえる三沢、そして一方の川田は徹底的にこのパワーボムにこだわっている。あと左のエルボー、フラフラだ、ランニングエルボー、三沢ランニングエルボー、あの小橋さんとの三冠戦でも見せた両肘のエルボーがこの試合でも出るか、あるいはエメラルドフロージョンの復活もあるのか。試合展開によってはそのエメラルドフロージョンを出すことも十分考えられる。試合前の三沢はそう話しています。抱え上げた、あったあった、エメラルドフロージョン、あった、川田かわしました。竹内さん今入ろうとしましたね。しましたね、お互いにやっぱり警戒してますよね。そうですね、場内がどよめいています。ピッチコ、あった、掴んだ掴んだ、さあ距離を取っている三沢、距離を取っている、あとローリングエルボー返した、バックに回った、バックに回った、三沢カット、
エルボー、ローリングエルボー、リングの中央カバーに入った三沢返しました。小橋さん、はい、先ほど三沢はエメラルドフロージョンをも出そうとしましたね。そうですね、その形に入りましたね。そうですね、やはりもう早い段階で決めようという意識があるんでしょうか。そうですね、お互いに仕掛けが早いですから。そうですね、はい、バックいました、ジャーマンだよ、ゴツンという音がした、立ち上がって、あー顔面ハイキック、顔面ハイキック、カウンターで入りました、川真の顔面ハイキック、今綺麗に入りましたね。そうです、そうです、三沢立てるか、2度目の防衛は果たしてなるのか、あまりにもクリーンに入ってしまった顔面ハイキック、一方チャレンジャーの川田は最大のチャンス到来、先ほど3回トライしたパワーボムを打つ瞬間が来るのか、ラリアット、ラリアット打った、あとこれはブレンバスターを出して輝いた、輝いた、垂直落下ブレンバスター、垂直、垂直落下のブレンバスターだ、三沢返した、これはもう川田の流れですね。ここまでは本当川田の技が重いという感じがしますよね。そうですね、さあこの瞬間がやってきたか、いや三沢耐える、輝いた、5度目の正直、パワーボム丸め込んだ川田、三沢返した、隅田のところで三沢返しました、5回のトライを果たしたこのパワーボム、ようやく一発を決めることができました。それだけ三沢も警戒しているということです。川田圧倒的優位に立っておりますチャレンジャー。1月22日三沢に勝ちながらもそのベルトは返上しました。果たして今宵のマットでそのベルトを束ねて復活なのか、カワット、さあ、ワット、ワット、誰だろうか、ワット丸め込んだ、今度は丸め込んだ、さあ、顔面ハイキック、竹内さん、あの大阪の再来一瞬大阪を見ましたね、大阪の時にはあれで脳天を2出しました三沢、しかし今回はなんとかなんとか丸め込みました。小松さん、はい、三沢もなんとか返すのが必死ですね。そうですね、今危なかったですね。そうですね、あの1月の大阪の悪夢再びという瞬間でした。さあ2度目のパワーボムなるか、上がった、高く上がった、あっと三沢こらえてエルボー打った、ハイキックを捉えてエルボー、エルボー、エルボー、バックに回った、あっとタイガースウーベックスの体勢だ、ローリングエルボー、後頭部、後頭部ヒット、さあタイガースウーベックス、タイガースウーベックス、バックに打った、どうだ、川田返しました、ミガースープレックスを出しました。三沢奥の手を、奥の手を徐々に出しつつある三沢、放送席小橋さんとの三冠戦ではタイガースープレックス85、そしてエメラルドフロージョンの復活がありました。おっと場内は一点川田コールだ、あーっと顔面にパンチが当たった、エルボー、エルボーが勝った、エルボーが勝りました、点にヒット、20分のアナウンス、あーのランニングエルボー、ランニングエルボーヒット、しかし打った三沢もフラフラです。川田立ち上がった、ランニングエルボー、さあ三沢丸め込んだ、まだ返します、まだ川田返します。しかし先ほど川田の目はカッと見開きました。その投手はまだ慣れておりません。三沢がカードのバックを取ろうとしている、この流れは何だ、リングの中央だ、ローキックだ、ローキックだ、打ったカードも曇りの表情、あーと残っている音、おーとローキック、あーエルボー、エルボーで倒した、いやしかし凄まじい音のローキック、バックに乗った、ジャーマンスープレックスホールド、
カーナのロキックは凄まじい音でしたね。そうですね、すごく効きますからね。そうですね、いいわ。三沢の動きを止めることができるのか。しかしその三沢が今コーナーを背にして立ち上がっている。あと川田が膝から崩れ落ちました。立ち上がることができません。今その足を押さえています。自ら引っ込んでいたその右足を押さえている川田。さあタイガードライバー、タイガードライバーの体勢だ。3連発顔面エルボー。あっと川田には力が入っていない。エルボーがパシンパシンと。さあタイガードライバー、タイガードライバー、タイガードライバー91、タイガードライバー91。さあこれで切り決めるのか。距離を取っている。何が出るんだ。いや川田立ち上がらない。ここでカバーに行った三沢。カウント3、カウント3、三沢2度目の防衛に成功。そして3度目の挑戦で川田を相手に防衛を渡しました。ついに三沢が3度目の正直で川田を破りました。三沢が2度目の防衛に成功。ついにそのエルボーの威力に川田は立ち上がることができませんでした。まず小橋さんにお伺いします。はい、やはりあれだけのエルボーを食らってもう川田はあの時点でほぼ KO だったんでしょうか。そうですね、でもすごいエルボーが入ってましたからね。そうですね、相当そのダメージの蓄積っていうのはありますし。そうですね、はい。そして竹内さん、はい、川田にとってはあまりにも辛い結果になりました。まあ三沢おそらく最後に対角線に走り込むがエルボーを狙ってたんでしょうけどもね、はい、その前に完全にもう川田は KO されてましたね。そうでしたね。三沢がその痛めている右肘を全くものともせず連発連発、最後もやはりエルボーで試合を決めました。チャンピオン三沢ミスファル2度目の防衛に成功です。川田は立ち上がることができません。あるいは意識があるのかどうか、そのあたりが非常に心配なところです。2度目の防衛に成功した三沢が今リング上高々とその3本のベルト、そして勝利者トロフィーを掲げています。第23代三冠チャンピオン三沢2度目の防衛に成功しました。見事2度目の防衛を果たしました三沢光晴選手にお話を伺います。これだけのファンの方が応援してくれてました。試合終わった今の感想を聞かせてください。まあ、本当に、まあ、嬉しいとしか言えないですけどね、まあ、試合中は本当ね、ファンの方には悪いんですけど、そこまで声は聞こえないですけどね、まあ、終わってみて嬉しいです。やっぱりー2度連続川田さんに敗れて今日の試合は崖っぷちだったと思います。そのあたり三沢さんの気持ちの中ではどうだったんですか。いや、俺自身はそんなね崖っぷちだと思ってなかったんで、別にまあ人間ね、まあ負けることがあれば勝つこともあるし、まあ負けたままでねいるのが一番悪いだけであってね、まあ負けた分を取り返せばいいことです。大阪での対戦から川田さんの技を研究した後というのも見えたんですが、そのあたりはいかがでしたか。そうですね、やっぱりあの一発もらっちゃうとね、もう後半はもう考えながらなんてできないんでね、まあ、本能の体が動くままに動いてましたけどね。まあ、今日の試合は本当にきつかったと思うんですが、若手もまた台頭してきています。このあたりこれからこのベルトを防衛していくという意味で三沢さんどういうふうにお考えですか。まあ、どんどんその気持ちさえあればね、まあ、いつでも試合する気持ちは持ってますんでね、もっともっとみんなが頑張ればいいことだって、はい、では最後に今日集まったこの武道館のファンの方に一言お願いします。まあ、本当にねいつもいつもたくさんのファンの方に来ていただいて本当に感謝してるんですけど、これからもねもっともっと全日本プロレスを面白くしていこうとみんな頑張ってますんで、本当これからもよろしくお願いします。おめでとうございました。三沢光晴選手でした。今勝利者インタビューを受けました三沢です。
圭司さん、はい、このこれだけの激闘の後とはいえ非常に力強いコメントでしたね。これだけ強いチャンピオンになったリサをですね、これからじゃ誰が脅かしていくのか、はい、これがやっぱり夏から秋にかけての大きなテーマになってきますね。小橋さん、はい、脅かす存在の一番手は小橋さんだと思うんですけれども、いや頑張ります。はい、見事に2度目の防衛を果たしました三沢です。今リングの中央、力強いガッツポーズでその3本のベルトを再び束ねました。99サマーアクションシリーズ最終日本武道館三冠ヘビー級選手権試合は三沢が強烈なエルボーでチャレンジャーの川野を下し見事2度目の防衛を果たしました。21分58秒、チャンピオン三沢が2度目の防衛に成功しています。